足利市堀込町にある来飛軒さんへ来ています。看板は見たことあったな。またしても初のお店です。駐車場めちゃくちゃ広いです。今日は中華系だね、楽しみ。口笛吹いて中に入ったよ。店内は小上がり席がここに4席、テーブルでか。そしてこっちにはカウンター席があるよ。赤色が中華っぽい気がする。店内はすごく綺麗です。それにしても広いな。テーブル見てください。本格中華のテーブル、これ回るんだよ。テーブル広い。メニューです。中華料理が並んでます。ラーメンも丼も定食もいいね。あー悩んじゃうよ。飲み物も種類いっぱいあるよ。一品料理もいっぱいあります。こっちは量が多いのかな。こういうところのスープは美味しそう。どれにしよっかな。チャーハン750円、ダリン、うえーい、マジきれい。このピンクと黄色の色合いどうよ。こんな綺麗なチャーハンなかなかないよね。卵の量もすごいです。ナルトのピンクも綺麗です。グリーンピースも緑で映えます。そしてスープ付き、わかめとネギ入り、美味しそうなスープです。こりゃうまそう。まずはスープからいただきます。うわー美味しい。醤油味のめちゃうまスープ。醤油ラーメン食べたくなっちゃうな。これはレベル高いです。見た目はマジでパーフェクト。全体的に黄色で綺麗。量も結構あるし嬉しいです。そして香りも高い。それではチャーハンいただきます。ガブリ、うわー美味しい。味がめっちゃ優しめで好きだわ。これいいのは見た目だけではない、味もめっちゃうめえで。これはレンゲも止まらんわ。自然に笑顔になっちゃう。うますぎる。タンメン800円、ダラン、うわー中華系の匂いが。野菜たっぷりでいいね。お肉もたっぷりだよ。上のわかめもいい感じ。もやし、ニラ、キャベツ、これはマジで美味しそうだね。あ、人参もいたよ。スープはどうかな。油が加わってるのが嬉しい。塩の匂いと野菜の匂い、これはいいよね。麺は細麺なんです。スープによく絡む麺です。キラキラ光る。スープ飲んでみるよ。あー野菜の甘みがすごい。これ上位タンメンだわ。麺はどうかな。ふうふうふう、あー美味しい。某大好きなラーメン屋に似てます。甘いの好きなんだよね。そしてこうやって具が多いのも好き。野菜いい感じだよね。それでは野菜食べてみるよ。もういつまでも熱々だし嬉しい。野菜はすごく柔らかくて好き。でももやしのシャキシャキ感も好き。上のわかめも食べるよ。あーわかめもスープ味。そしたらまた麺食べちゃうよね。この細麺が変わってます。タンメンだけど細麺すごい合います。五目焼きそば850円、ダラリン、あらららららら、どうしたらこれ。麺焼いてあるじゃん。上のあんかけ野菜がいいです。白菜たっぷり。その他にも魚介もあるね。こういう焼きそば初かもしれません。ほらほら見て見て野菜たち、これも具沢山なんですよ。そして麺ですよ。たまに焼いてあるのがいいのよ。焼きそばの麺は茶色です。キラキラ光ってます。
肉を先に食べるよ。あんかけはなかなか冷めないのよね。あんかけが絡んでうまい。次は麺を食べてみるよ。焼いてあるところと焼いてないところの食感の違いが好き。白菜も食べてみるよ。お、シャキシャキ感がいいじゃん。このあんかけの味付けが大好きです。麺の量もボリューミー。あんかけを絡めまくって食べましょう。塩でもない、ソースでもない焼きそばがうまい。あんかけ焼きそば的な感じだね。うますぎてやば。白菜、エビ、イカ、タケノコ、キクラゲ、青菜、豚肉。この具の量いいでしょう。こうやって絡めます。タレを残したらもったいない。徐々にとろみがなくなってそれまたいいんです。チャーハンごちそうさまでした。タンメンもごちそうさまでした。焼きそばごちそうさまでした。それでは振り返りです。3つ料理を食べましたがどれもうますぎ。ここは裁縫確定です。次はランチで訪れたいな。唐揚げとかも気になりました。みんなもぜひ来てみてね。今日はごちそうさまでした。